寒くて死んでしまいそう。女の子はそうつぶやきました。暗い夜だし、森の中だから、どうせ誰にも見えたりしないわ。大丈夫。そう思った女の子は下着までその子にあげてしまいました。今度こそ全てを失ってしまった女の子、彼女はもう何も持っていません。女の子は裸で寒空の下震えて立っていました。すると夜空に輝くお空の星たちがキラキラと降ってきました。それが落ちた時、どれもこれもピカピカに光る銀貨になっていました。そして裸だったはずの女の子は素晴らしい服を着ていました。彼女はピカピカの銀貨を集めて、一生幸せに暮らしました。あなたはバカです。なんで？こんなありがちな、誰でも思いつくようなハッピーエンドのために、あなたはなぜ？あなたはバカですよ。大バカです。高博さん、私には素晴らしすぎる贈り物です。でもなんであなたは私なんかのために。もう喋らないでください。そんなことありません。いいえ、今日一日なんかじゃありませんよ。高
高弘さんがくれたものは一生を通しても使い切れないような、そんな有り余る幸福ですよ。はい。あの日から日々が目まぐるしく動いた。数ヶ月しか経っていないのに、もう数年が経っているように感じられた。あ、桜が咲いている。南国の島の春は早い。極東の国から送られてきたソメイヨシノがもう咲き乱れている。もう冬は終わったのね。高弘さんとの最後のあの日から。申し訳ありません。図書館司書から看護メイドへの転職は不慣れなことが多く、ミスばかりしてしまう。もうあの治癒能力もないので、みんなの足手まといにしかならない。それでも自分から望んでやったことですし、頑張って仕事をこなさなきゃ。来ているのですものね。外は嵐のよう。南国の台風の風は強い。まるで全てを吹き飛ばしてしまうようだ。窓の外に青々した葉が見える。数ヶ月前に真っ白な花を咲かしていたその姿を想像できないほど。桜の木は緑で覆われている。あ、雨。今日も暑くなりそう。湿度がそんなに高くないので、南国といえども木陰に入れば涼しい。青い空、空は不思議だ。灰色になって全ての色を失わせたり、真っ赤に全てを染めたり。青い空は全てを青に染めずに、世界の色をさらに鮮やかに染める。緑の葉はより緑に、黄色いひまわりはより黄色に。青い空の下、すべての風景が鮮やかに色づく。もう夏なんですね。高弘さんとの冬は遠くなってしまった。一日中泣いた。高弘さんを思い出して。私の手元には星の銀貨が残っている。それだけでいいんだ。それだけでも。赤い空、空が高くなっているのがわかる。
夏が終わる。長い長い南国の夏が終わる。季節がどんどん過ぎていく。それでも私の時間は止まっている。空は青から赤に変わっていく。そして夜空になっていく。紫に染まる朝焼けまで。わ、あの枝に一つだけ葉がついている。桜の葉も多く散らせて、枝に寂しげに一枚の葉だけを残している。まだ一人だって頑張れる。まだ大丈夫だよ。少女が寒さの中震えていると、旅のおじさまが現れました。おじさまは世界各地を大冒険する勇者です。おじさまは言います。君の心が寒さに凍ってしまわないように、この星の銀貨を君に与えよう。これは私が南の国で大冒険の末にやっと拾ったものだ。世界のどんな宝石よりも価値があるだろう。この銀貨で何でも買いなさい。この銀貨があれば世界に買えないものなんてない。なぜならば、おじさんが南の島でやっとの思いで手に入れた星の銀貨なのだからね。でも本当はおじさまからもらった星の銀貨はパンと一着の服の価値しかありませんでした。それでも彼女に一生を通しても使い切れないような素晴らしい幸福を彼女に贈ることになったのです。彼女はその銀貨を胸に、また一歩ずつ小さな足で歩くのでした。Oh,
ることができないけど、それでも空はそこに繋がってる。目覚めましたか？相変わらずでちゅね、あなたは。昔から後先も考えないで。本社の中央情報管理局に忍び込むのはもうやめてもらいたいでちゅ。悠長なことを。大体現役じゃないのでちゅから、あまり張り切りすぎないことでちゅよ。いくらナーサリークライムと呼ばれたからって、今日は12月24日でちゅ、クリスマスイブ。あなたはバカでちゅ。みんな待っていたのでちゅ。みんな口には出さなかったけど、もう永遠に所長に会えないんじゃないかって。所長があまりにも。ああ、旦那が起きている。本当ですか？ほらほら、もう旦那ったら。クリスマスイブに来たなんて狙いすぎ。でもちょうど1年で期間ってあたりがすごいよね。約束守るために1年も寝込むんだからね。